今日再び傷卸市場、はい、やってきました。うんとそうそうそう。ドキドキ。南のあ危ないよ。天下の台所とね言われるぐらいの。ちょっと行きましょう。まあ、でもこの早い時間帯は大体業者関係が多い。そう、10時ぐらいになったらもう落ち着いてくるんやけど、あ、旬のタケノコね。みんなタケノコご飯とかに最近するよね。タケノコいいね。うん、美味しそう。もうそういう春いうかね、そういう今が旬のシーズンで。ここがね、青果コーナーで、向こうが鮮魚とか。乾物系とか、いいね、新鮮なも取れたての。でかっ、ね、めでたい。え、これ見せられたら必要とする。やばー、でかっ。あ、もう外にも置いてあるね。ここにも。めっちゃ鰹節のいい。あ、そうだね、なんかね。なんかお茶漬け食べたくなってきた。そんなお茶漬けが食べたくなるようなちょっとね、ちょっと肌寒い感じで。そうだから、ここで結構みんな、ね、買いに来たりとか。いいわ。職場の子に何食べさせてあげようって考えてる。なるほど。おいしそう、生姜。おお、140円。140円。もう一回ここから入っていきましょうか。
初めてですか？初めてです。こんな慌ただしい市場でも全部新鮮そうで美味しそう。本当もさっき今5時前ぐらいだけど、こんな時間からやってます、ね、今本当業者の時間帯でね、もう本当にもうそんなにぎわってるわけじゃなくて、あのもう業務をしてるようなね感じです。鮮魚店もね、あ、ちょっと向こう行ってみようか、うん、いやもうここに止めてる車がやっぱその仕入れじゃないけど、そうそうそう、うん、卸売営業部よね。ちょっとぐるっと、これはもう卸売市場の外にある。まあ、処理したりするんだよね。やってんのかな。でも大きい市場だね。なんかあれみたい、あの豊洲、あまあそういう感じの、やっぱり あ、もう やってんだよね、ね。やってると思う。のっけ丼。まあ、いきなり来た感じですけど、どうですか。私はたまたまそのゲールに教えてもらってきたけど、すごい活気づいてるところですごいなみたいな。そうね、朝からね。なんか東京でいう豊洲みたいな。そうね、なかなか大阪にもあったんだ。そうね、やっぱ天下の台所ですから。ねえ。やはり間違いね、ここでね、難波というかこの辺の朝から飲みたくなるお店がね、ラインナップいっぱいやっております。ぜひまた来てみてください。はい。皆さん、ご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます、はい。